どうもチーム軍艦のです。よろしくお願いいたします。1週間皆様お疲れ様でした。最強決定戦、皆さんね、結果はいかがだったでしょうか。いい結果に終わった方も悔しい結果に終わった方もいてはると思うんですけども、今回僕の結果もね見ていただこうと思います。最後に今回の最強決定戦で感じたことがありますのでお話ししたいと思います。最後まで見ていただけたら嬉しいです。では行きましょう。はい、ということで最強決定戦結果は3885位となりました。いやー、そうですね、思ったよりも順位が良かったと言いますか、4000位以内に入れたらいいなと思ってたんで、はい、まあギリギリなんですけども3885位となりました。木金土とね、ちょっとね調子良かったんで、まあ日曜日ねワンチャン2000位以内もあるかなと思ったんですけども、まあ残念ながら3800位ということで、まあ楽しかった最強決定戦となりましたね。まあ成績の方を見ていただきたいんですけども、まあその前に日曜日に9勝9敗2引き分けということで3800位となりましたね。選手成績の方を見ていただきたいと思います。まずは野手からいきましょうか。このね、田淵さんと大山選手は打率がね3割ないんですけども、まあそれでもね、バースさん、田淵さん、大山選手は土曜日ぐらいまではねずっと3割をキープしてくれて、まあバースさんはねさすがの活躍でしたね。あとはね梅ちゃん、鳥谷選手も好調でしたね。あと岡田選手はね、岡田さんがかなり不調で2割3分とかそんなんやったんですけども、まあ終わってみれば2割7分1厘といった結果でしたね。ホームランは、田淵さんが26本打って大山さんが25本となっています。はい、まあ誤算があるとすると誰でしょうね。やっぱりサンズさんかな。サンズさんがもう全然打率が上がってこなくて、うん、もう結局ね、マルテ選手と入れ替える形になって、でまあ僕的にはねあんまりしたくないんですけども、マルテ選手をサードに入れて、でレフトに大山選手っていった感じにしましたね。結果的にはねマルテ選手を入れたことで順位はね安定したかなといった感じですね。まあそこまでねマルテ選手もめちゃくちゃいい成績残したわけじゃないんですけども、はい。で投手の方が、まあやはりね先発陣防御率がねかなり上がってしまって、結果的にはガンケルさんが3点台というところで、でもね土曜日ぐらいまでは本当ね能見さんと西投手もねかなり成績良かったんですけども、まあ最後ね、結構打たれちゃったみたいで、で藤浪投手と西投手が14勝で1番勝ってくれています。あとはねスワレス投手が、防御率 2.91 といった結果でよく頑張ってくれました。34セーブしてくれましたね。あと馬場投手とか、あと岩崎投手とかもね、まあ防御率は高いですけども、ホールドは結構頑張ってくれました。でね球児さんがね結構打たれちゃって防御率も高かったんで、もう途中でね島本さんに変えまして、島本さんが 2.93 と頑張ってくれました。まあ実際の島本選手ね、まあ今年投げれないのかな、はい、来年復活してもらいたいですね。では改めてオーダーの方見ていきたいと思います。オーダーの方が途中からこういった形で戦いました。サンズ選手がかなり不調だったんで、もうマルテ選手と変えて、大山選手をレフトに回したって感じですね。まあレフトもね D なんで十分できるんですけども、やっぱりねせっかく特殊で、守備 B にしたんでね、本当はねサードで使いたかったんですけども、そして投手の方なんですけども、島本選手を入れました。球児さんがかなり打たれちゃってたんで、島本さんと変えました。スピリッツも一緒ですし、球児さんと変えてもね特にコンボも変わりはないので、はい、島本さんに変えましたね。今回の最強決定戦で感じたことは、改めてコンボの重要性ですね。今回僕のオーダーのチームスピリッツは8万5000なかったんですけども、それでもね僕よりもチームスピリッツが高い人に勝つことが多くて、僕よりもチームスピリッツが高いんですけども、コンボは8000台とか9000台の方で、はい、勝てることがね多かったです。今回の大会で言えば OB の選手を入れるなどして強いコンボを出せたことが4000位以内に入れたのかなと思っています。まあ、このことに関してはいつもコメントをくださる巨人純正されている方からアドバイスをいただきました。貴重なご意見本当にいつもありがとうございます。3月の最強決定戦ではチームスピリッツ、コンボ、スタメン選手の能力、この3つをね意識して強いオーダーを作りたいなと思っています。コンボの方はですね、ちょっとね自分の中で目標がありまして、投手は9位 A8 人のコンボを出したいのと、野手はミート A8 人、パワー A8 人のコンボを出したいなと思っています。まあ、最悪2つ出せなくてもどちらか1つミート A8 人もしくはパワー A8 人のコンボをね絶対出せるようにチーム作り頑張ってやっていきたいなと思います。いよいよシリーズ2の選手も追加されたということで、僕も準備はしてきたんで、
またシリーズ2に向けて準備してきたことを動画にしたいと思いますので、次回の動画もぜひ見てください。はい、まあ短い動画だったかもしれませんが、最後まで見ていただいてありがとうございました。お疲れ様です。ありがとうございました。